もともと予算がないんですか、大樹町って。大樹町はもちろん予算ないですよ。ないですけど、だっうん。て、それはどこの自治体もそうでしょ。地方の過疎地で金があるとこなんかもちろんないわけですけど、それは全部国の金ですよ。おただ、国にそれを申請したら、国からもうほぼ、その、もう利子もほとんどなく、実質的に、まあ、一応返さなきゃいけない体にはなってるけれども、返さなくてもお、いいみたいな、過疎債権。もうはいはいはい、なんかほとんど返さなくていいみたいな感じの借金をする仕組みがあるんですよ。おこんな10億単位で借りれるんですよ。おお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 お
そういうの使えるっていう知識を持ってる人がまず少ないんですよね。だから仮想サイト、僕も初めて知りましたけど、それは行政の人は知ってて叱るべきなんだけど、別に使おうっていう気がないから、だから要は地方の、そういう地方自治っていうのは、結構いろんな仕組みを国が用意してるんですけど、まずその、うん、役場の人が知らないとか、やる気がないとか、まあ、積極的に何かをしようみたいな気持ちがないから、そういうことをやらないんですよね。あれ、そんなね、ふるさと納税とか、その過疎祭とか地域おこし協力隊とかめちゃくちゃなんですよ、うん、その地方、あとその、なんかいろんなさまざまな特区だったりとか、さまざまな枠組みが用意されていて、その地元の産業を振興しましょうみたいなことがやる気がある首長がいれば全然できる枠組みを作ってるんですよ、国はね。それを自治体は使わないわけですよ。で使わないし、それは国からも言いづらいじゃないですか。だって1万以上ある自治体のうちのね、一つにワンオブセブンに過ぎないわけだから、ね、あなたのところこれでこうだからこういうの使ったらどうですかって、あんた1万以上の自治体に総務省の役人が言わないよ、言わないわけだから、まあだから結果として手を挙げたところが得をするみたいな仕組みになっていて。なるほど。だってふるさと納税なんて100億円以上集めてる自治体なんかあるんですから。なるほど。